みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと276日となりました。みなみです。マイアミではありません。とまあ時期的な問題もあるんですけど、やべ1キロ太ったって思ったけど戻ってました。まあでも食べた方がいいからね、いいんですけど私はいわゆるなでしこちゃんを育ててるんですね。なでりんと呼んでいるんですが、なんかあのナデリンがよくわからない状態になってて、これはこのままで合ってるんだろうかっていう不安が最近常につきまとうんですけれども、ちょっとちゃんとナデシコちゃんがどう大きくなるかについて調べようと思います。なんかある程度大きくなったんですけど、大きくなってるのね。わでもなんか右のこの下の葉っぱが端っこがなんか切れてて白くなってんですよ。あれはちょっとやばいんじゃないかなっていうのが一つで、こっち側の子はなんか茎が赤っちょろいんですよ。なんかあれも大丈夫かなっていう思いが一つ、あと私が種をまくときにバーって撒いちゃったんで、そのバーって撒いたところはフォフォフォってこう3つぐらい生えてたりするんですね。あれはなんかちゃんとでも抜いて植え替えるとやられるっていうじゃないですか。だから多分動かしちゃいけないと思うんですけど、どうにかした方がいいんですよね。いいんですよ、だっていいんでしょうねって思いつつ何もせずそのままでございます。どうにかしないと。皆さんお調子はどうですか？私はね、本当に、いやでもな、今日飲まないと多分仕事にならないだろうなって思うんで、あの薬を飲みます。酒じゃないよ。ちょっとここ最近あの更新がねいい加減になってますんで、ちゃんとしたいと思います。あとショーとかの告知とかさ、あの画像とか作んなきゃいけないんですけど、何にもしてないのでちゃんとします。今日明日にはした方がいいな。4月がね混沌としてるんですよ混沌っていうかなんかボカーンって感じ。アルマゲドン、アルマゲドン見よう、アルマゲドン見よう今日。いやなんか昨日あのパリの恋人たち、恋人たちでしたっけ、パリの恋人だっけ、あのヘップバーンの見ようと思ってつけてたんですけど寝ちゃったんですよ。そうで、あともう一個あのさ、ムーランルージュのミュージカルやるんですよ今年で。ただサティーンの役が平原綾香さんともう一人の方なんですけど、なんか私平原綾香とミュージカルがいまいち自分の中でつながらなくて、昔好きだったんですけど、なんかそのニコール・キットマンが好きだからニコール・キットマンのイメージを壊さないでほしいみたいな思いがなんかねすごいやたら強くて、でしかもチケットめっちゃ高いし、でも見に行こうと思ってますけどどうしたらいいのか分かんないです。でも平原綾香で見に行こうかなって思ってます。そしたら今日なんかよく分かんない芝居に2万5千円払う夢見ましたね。何だったんだろうあれ。なんかよく分かんない芝居なんだけど、でもなんかねあのパッと見はちょっとこうあれなんですよ。あのさディズニーランドの知ってるかな、カントリーベアジャンボリーみたいな
なんか全然好きじゃなかったんですけど、父親がすごい好きで、それなんかあのカントリー系の、今ああいうのすごい好きだけど、あでもそうそうそう、そこが壁から動物の首出てんですよ、あのこうほら剥製やるじゃん、こうやって首切って、私あれ嫌いなんですよ、すごい今でも嫌いなんですけど、なんかセンスがよくわからないと思って、なんかあれが喋るんですよ、すごいババブラ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 って、ああいう感じのなんかよくわかんない芝居を見に行って、ただなんかそのいいチケットを買うと、あのワインを家に送ってくれると、なんかそのなんていうの、そこのお芝居で出てきた特産のワインを自宅まで郵送してくれるサービスがあって、それをそれ込みのチケットが2万5000円なんですよ。でなんかそのワイン代が1万円だと言われて、でじゃあしょうがないから2万5000円って払った記憶があります、夢の中で。高いな、でも2万5000円なんか持ってるかなって思いながらこう財布を探るっていう、ちょっとリアリティのある夢でしたね。以上でございます。今日はとにかく私はちゃんと今日はサムネイルを完成させなきゃね、だは。というわけで皆さん、まあいろいろあると思いますけれども、毎日を生き抜き、生き延び、生き切りましょう。私おじいちゃんよくやってたかって、なんかねこうやってから話し始めるんですよ。おじいちゃん会いたいな。はい、というわけで良い一日をお過ごしください。では。